死子は一般に日本の江戸時代後期の幕末において活動した在野の人物を指す歴史用語。論語英霊校第十五にある死子人人は身を殺してもって人死をなすことありが語源であり天下太平のために正しいと信じたことを生命をかけて貫く人物像を指した。多くは尊能上位の思想を持って革命運動を行った者を指す。 総う,うとも呼ばれる。また、比喩的に他の時代の人物や外国人に対しても使われることがあり、第二次世界大戦中に日本へ亡命したスバス・チャンドラ・ボースなどのインドの独立運動家を指してインド独立の死とも呼んだ。鎖国途上位に揺れた幕末から明治維新後の国家建設の先駆けとなったのが尊皇死である。当初、尊皇死は、 尊皇上位のもとで異国との交わりを意味嫌い、天皇を中心とした国家の建設が不可欠として、江戸幕府に対して尊皇上位の履行を徹底すべきと考えたが、やがて幕府の求心力が急速に低下すると、これを打倒することで、江戸幕府に代わる天皇を中心とした統一政体の確立を望んだ。江戸幕府と長州藩の幕長戦争などで有力な、 大名家である夕飯が幕府と対立を深めた結果、薩摩藩と長州藩による薩長連合の成立を経て、ついに母親戦争によって倒幕を成し遂げた。政治運動に命を懸ける人物のモデルにもなり、板垣大助など自由民権運動の活動家や、明治社会主義者の一部にも、死死という理想像が共有されていた。ありがとうございます。